パラレルズデスクトップ4、フォーマック。パラレルズデスクトップでは、一度構築した仮想環境の構成を変更することも簡単です。CPU やメモリ、ハードディスクドライブの数を変更することも、用意されたメニューで行うことが可能です。パラレルズデスクトップでは、Mac 上で 64bit の OS の実行が可能になりました。また、最大で8個の CPU をゲスト OS 上で動作させることも可能になり、マシンパワーが必要な Windows 上のソフトウェアでもストレスなく動かすことができます。パラレルズデスクトップ4、4Mac では、DirectX9 や OpenGL2.1 をサポートし、Windows 上の 3D ソフトウェアを実行することも可能になりました。例えば、大人気ソフト、モンスターハンターフロンティアで狩りを行うことや、3D マイホームデザイナーで理想の家を作ることが Mac 1台で行えるようになります。さらに、USB 機器をつなげた際に、Mac で使うか、起動中のゲスト OS で使うかを選択することができます。モンスターハンターを遊ぶときにはコントローラーが必須。これでゲームで遊ぶときにも Mac に USB コントローラーをつなげて遊ぶことができます。パラレルズデスクトップがあればビジネスからホビーまで Mac と Windows を連携させた使い方は無限大に広がります。パラレルズデスクトップ4、4Mac。